はい、ギター大好きミスターバンドのねギターチャンネルです。今回もねまたよろしくお願いします。今回はねこれやばすぎバックスのストラトキャスターについてねシェアしていきたいと思います。このチャンネルではねギターのいろんなことをね毎回じゃんじゃん配信しています。面白いななんてね思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではね早速いってみよう。ということでね今回のテーマはこのねバックス製のストラトキャスタータイプ、これなんですけどね、こんな感じなんですけど、これがねユニバース、バッカスのユニバースシリーズっていうね、そういうシリーズの、まあ、ストラトキャスタータイプなんですけど、これはね多分ネットでももう1万円台とか2万円前半とかでね多分これ販売されてると思うんですよね。こんな感じなんですけど、こんな感じ、これがねすごく持ちやすくて、まあ、いい感じなんですよね。で一応この、バッカスストラトキャスタータイプユニバースシリーズなんですけど、まあ、スペックはね、まあ、こんな感じ、こんな感じで、まあ、ボディはねハードウッド、ネックがメープル、ネックメープル、これが芝のフィンガー、この芝がローズウッドで、ピックアップはこのオリジナルの、シングルコイルタイプになってますね。かなりね重さもちょうどいい感じで、まあ、割と、まあ、ネック幅もあって、まあ、弾きやすい感じなんですよね。ちょっと弾いてみますね。まずそのここにですねこのピックアップを選ぶピックアップセレクターっていうスイッチがねここにあるんですけど、これがここの、まあ、マイクをこう拾う、まあ、セレクターなんですけど、まあ、一番上がここで2番目がこれとこれの1、2のこの間、これとこれをミックスで、3番目が真ん中だけで、4番目がこれとこれの、まあ、ミックスで、5番目が一番こっちっていうこれセレクターなんですよね。で今回はもうちょっと一応この5段階全部弾いてみようかなと。でボリューム、トーン、トーンはもう全部絞って0にしてボリュームだけでやってみますね。2番目で、真ん中ここですね。ワン、ツー。
な感じ。で次が、4番目なんで、これとこれ。さっきちょっと間違ったけど、一番最後がこのこっちだけ中水。こんな感じ。やっぱりね、このこっからこれ全然やっぱ音が違うんですよね。かなりこれ使える感じで、例えば一人の人がこんな感じ、こんな感じ、一人だけ、一人の人がね、この甘いやつやって、例えば極端に言うと、もう一人の人がね、もうこの一番下で、こんな感じ、もう一番こう、ジャリジャリの、この一番ジャリジャリの部分をね、とかね、こんな感じでいくと、もうやっぱ3人ぐらい同じストラトキャスターでもね、やっていけるんじゃないかと。これ真ん中で、結構真ん中いい感じの音ですね。これかなりいい音。こんな感じ。かなりね、これちょっと使えるんですよね。これカラーもね、まだ結構70年代のカラーっぽいんですけど、これちょっと見にくいですけど、シルバーなんですよね。ちょっとラメが入った感じで、なんか70年代のね、こうヘルメットに使われたようなね、そんなこう色なんですよね。うん、かなりこれはいいですよね。やっぱりこう、これ初めてね、こうエレキを弾く人なんかはね、全然使えると思うんですよね。あとね、いいのは持ってるけど、これ2代目、2本目のエレキがね、欲しいなぁなんて方は、このバッカスのね、このストラ、バッカス自体がかなりやっぱり人気があるみたいですよね。いかがでしたでしょうか。僕のギターではね、まだこの良さがね、伝えきれないかもわからないんですけど、かなりね、いいギターと思いますよ。ぜひね、このバッカス、ストラトキャスタータイプ、ユニバースシリーズ、これはね、おすすめです。いろんな色があるんでね、ご自身が好きな色を選んで、よかったらね、弾いてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ミスターワタナベでした。パン。